ちは、第5回ボヘミアンラプソディです。今日のところはこの部分をやりたいと思います。ではまず右手ですが、ラとドとファです。この3つの音を同時、前回の最後がここで終わっていたのですぐ近くですね。このラとドとファの3つの音同時に2回、次ソ、次またさっきのラとドとファを同時、ミのフラット、ファとドを同時、ファソ、ここまでです。ではもう一度、というところですね。左手はファです。前回の最後が、前回の最後ここで終わっていたんですね。ここからだとだいぶ飛びますね。どのファかっていうと、真ん中のドから見て下のド、そこからドシーラソファ、ここのファですね。ドファララ、とドを同時2回、シのフラットとレを同時、ここまでです。じゃあもう一度、ファドファララ、とドを同時2回、シのフラットとレを同時。では両手ですが同時です。まずファとラとドとファ、この4つの音同時です。次も同時で、右手は同じで、左手がド、次の音も同時でファとソです。右手だけがラとドとファ、次左手だけがラ、その後で右手だけがミのフラット、次4つの音同時で左手のラとドと右手のファとドです。次3つの音同時で、左手はラとド、右手はファ、次3つの音同時で左手がシのフラットとレで、右手がソです。ここまでです。ではもう一度、同時同時同時、右手だけラドファ、左手だけラ、右手だけミのフラット、次同時同時同時、ここまでですね。もう一度、というところです。では簡単バージョンは、右手は一番上の音だけ、一番上の音だけでファファソファミのフラットド、左手はこのままで、さっきやった通りで、右手だけ簡単バージョンにして、これでもいいですし、これが難しい場合は、左手は、簡単にやるならファだけ、そしてラだけ、これができたら次ファとドを同時、次ラとドを同時、これもいいですね。もう一度、ラとドを同時、こういう感じですね。では今日のところ、少し前から、前回第4回目のところからやってみると、そして今日のところです。次回は思います。それではこれで第5回終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。